タラスライオンズクラブの結成50周年、誠に、おめでとうございます。今のような、例えば県民共同とか、新しい公共とか、そういう言葉が生まれる前から、ライオンズクラブは、クラブの会員一人一人が自立した地域に生きる一人の日本国民として、地域のために奉仕をするということを実行していただいておりました。こうした人たちが一人でも多くなっていくことが、唐津、佐賀県、そして我が国の発展に今ほど必要とされている時はないと思っております。本日この大会を迎えるにあたって関係者の方々には様々なご苦労があったかと思います。この大変なご苦労を次の周年に向けての、また次の50年に向けての一つの礎石として、さらなる発展を遂げていただくことを心からご祈念申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございました。